インドで日本語を教えている皆さん、こんにちは。ナマステ。はい。えっと、これはさっきのビデオの続きですね。えー、で、あの、行動中心アプローチのコースを作るために、えー、皆さんの、えー、自分の強みに関する行動をリスト化するという作業が次に必要になってきます。えー、で、このためには、あの、やっぱり日本語のコースなので、えー、会話とか読み取りなどの言語活動、つまり言葉を使う行動が多い方がいいんですね。 ただ、ちょっと気をつけてほしいことは、言葉を使っていないようでも、よく考えると使っていることが結構あるんですね。なので、最初は言葉を使っていないように考えても、あの、一応そういう行動も全部リストにしてください。やることを全部リストにするっていうことです。で、えー、数がたくさん思いつけない人は、えー、っとですね、 二つやり方があります。一つは目的別とか場面別とか相手別とかに大きく分けてから、えー、細分化、つまり小さく分けるってことですね。で、えー、それでも50個できないって人は、その、あの、細分化、つまり小さく分けるレベルを本当に小さくしてしまえばいいんです。えー、例えばね、通勤するっていう時も、あの、家出てから職場に行くまでに、いろんなことしますよね。例えば靴を履くとか、えー、ドアを開ける、ドアを閉める、鍵を、 かける。鍵をしまうあ。その前に鍵を取り出すっていう行動も必要ですよね。で、そういう行動とかも全部含めたら、えー、50個出ないなんてことは絶対にありえないです。はい。だから、あの、まあ、500個ぐらいあってもいいぐらいですね。はい。あの、もう、あの、毎年これは何百っていうリストを出してくる人もいます。えもちろん全員じゃないですけどね。はい。なので、50個出ませんっていうことはあり得ないので、必ず50は出してください。する行動ですね。はい。 じゃあ、どのぐらい細かく分けるかっていうと、例えば通勤するときにね、電子掲示板であと何分で電車が来るか知るとか、えー、それからメールの、あの、引き継ぎのメールを読むっていうときも、メールの発信者の名前を読むとか、えー、もうそのぐらいどんどん細かくしてもいいです。はい。で、それからよくね、あの、 文系シラバスに慣れている人は、よくこういう間違いしてしまうんですけど、日本語のリストを出してくる人がいるんですけど、違います。日本語のリストじゃなくて、行動のリストですね。どんな日本語を話すかとかじゃなくて、どんな行動をするかです。だから黙ってやることでもいいですあの。例えばこのメールの発信者の名前を読むとか、電車が来るのか、いつ電車が来るのかをチェックするとかですね。もうそれでもいいし、あのこの段階ではまだ言葉を使わないように、 思うことでもいいです。もう靴を履くとか、ドアを開ける、ドアを閉めるとか、そういうレベルでもいいので、全部行動でやってください。行動ね。で、少なくとも50。はい。えー、で、あの、でも例がないと分かりにくいと思うので、あの、日本語教師の行動リスト、これも前に、えー、ご紹介しましたね。この前のビデオで。えー、で、それとは別に、これは VR のレックルームっていう時に、で遊ぶ、えー、そういう時にどんな日本語を使うかっていうことを調べるために、あの、考えるために、そのレックルームの えー、レックルームで遊ぶときの行動リストっていうのもここで作っています。これは僕のブログですね。はい。えー、それから、えー、このブラック企業と戦うための行動リストっていう、これもあります。えっ、ー、と、これもね、もう70個ぐらいあるかな。100個ぐらいあるかもしれませんね。はい。えー、まあ、なので、あの、えー、っとですね、あの、実際にどういうふうにリストを作ればいいのかわからない人は、こういうあのリンクを開いてみて、えー、やってみてください。確認してみてください。 えー、で、これ、あのね、最初のうちにはっきり伝えておかないとちょっと後で困るのでちゃんと申し上げておきますけど、えー、この研修の最終的な目的はコースを開発することです。行動中心アプローチのね。えー、で、だから、あの、他の人には作れないコースを開発するために自分の強みを、えー、あの、強みの行動をリスト化するわけですね。はい。で、それをあの、日本語のコースにするわけです。 はい。で、課題は、えっ、ー、と、さっきも申し上げましたけど、自分の強みに関する、えー、行動リストですね、えー。で、少なくとも50以上です。えー、で、特定の一つの、特定の分野の一つに限ってください。えー、で、提出の方法は、インド在住の方は Google クラスルームで共有。えー、インド以外の方は、スラックのグループチャットで共有してください。締め切りは、えー、2020年、21年の12月7日です。はい。えー、それでは、あの、えー、っと、 ズームでお会いできることを楽しみにしています。はい。フィルム連携。